こんにちは。今回は世界一意味のない前橋初回をしていきたいと思います。一本目はこれですね。こうですね。この巻いてるのは特に意味はないです。日焼け防止のため意味はない。ゲーセンの匠の前橋だっけな。多分それを加工して作った巻きです。2本目はこれですね。見た目と匂いからしてラミンですね。合ってる。まあ、なのでラミンでしょう。これはこの前最近テツさん、テツ暇人さん、あ、テツ暇人テツと一緒に作ったラミンです。動画は容量の問題撮ってません。3本目はホームベーヒバのベーヒバのバチですね。多分レンタ用です。これホームセンターで1から全部丸棒から全部加工して作りました。4本目はタタゴンバチですね。はい、ということで今回は短くなりましたけど、まあこれぐらいに終わりにしておきましとうと思います。泣いてんの俺。そういや言い忘れたったんですけど、僕顔出しした方がいいですかね。顔出ししてほしい、してほしくない、あのゴミ、お前みたいな人気は消えろとか、まあそうですね。顔出ししてほしい、欲しくないなど、どしどしとコメント欄に書いておいてください。はい、2.5スイッチ。おめえ顔つ。今回の動画はどうでしたか？チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。